それはいい経験をしたわね、マスター。あら、どうしてオオカミには毒であるチョコを求めたのかわからないのかしら。私にはわかるのよ、マスター。でも私は教えてあげないわ。おや、なら僕が口にしようか。ああ、もう自分勝手な人ね。彼にとってチョコレートは未知の匂いだったんだよ。カカオも砂糖も彼には馴染みの薄いものだ。このカルデアが彼にとって未知であるように、チョコレートは彼の過去に関係のないもの。肉はダメだ。かつての過去を思い出す。土もダメだ。かつての過去が思い出せない。でもチョコレートは違う。その甘い香りは彼に何も思い出させない。だからきっとそれが心地いいんじゃないかな。彼だって馴染もうとしているのかもだよ。君を乗せて失踪したのはお礼のつもりなのさ。そうだね、君であればまた走ってくれるだろう。